特別教育による資格一覧は、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険または有害な業務に労働者をつかせる場合に、事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。この特別教育は、学科講習のみで、修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる位 作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作、運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転があるいは作業者から、作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置、付けられている技能講習を終了する必要がある。特別教育は、 事業者等が労働者に対して実施するという趣旨の教育である。したがって労働者がこれまでの雇用士との雇用契約を解消し、新たな雇用士と雇用契約を締結したという場合には、新たな雇用を主により改めて特別教育を実施しなければならないというのが原則である。しかしながら、このようなケースの場合、一般に 新たな雇用主による特別教育は省略できる。厚生労働省の通達により他の事業上において当該業務に関しすでに特別教育を受けた者については特別教育の科目の省略が認められるためである。特別教育の制度そのものには教育を受ける者の年齢を制限する規定は存在しない。しかしながら特別教育の対象となる業務の多くは 満十八歳に満たない者の就労が禁止されているため一般1 8歳未満の者に対して特別教育は実施されない。特別教育の内容の詳細は労働安全衛生規則第39条の規定に基づき安全衛生特別教育規定その他の告示により定められている。労働安全衛生規則第36条の 順序労働安全衛生法第60条の2第2項の定めに基づく安全衛生教育のうち特別教育に関するもの特別教育に準じた教育など安全衛生教育については労働安全衛生法第63条に基づき安全または衛生のための教育の効果的実施を図るため平成3年1月21日付揮発第39号 安全衛生教育及び研修の推進について、及び、平成3年1月21日付元安発、第2号、安全衛生教育推進要項の運用について、等に基づき、その推進を図るものである。ありがとうございます。